はい、皆さんこんにちは。こんにちは、こんちんです。みきです。みきです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日は、はい、天空トラップタワーの、うん、脇層を、はい、作っていきますので、はい、まずよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ、アンキーズ、はいはい、こんな感じでしょう。早速やっていきますか、じゃあ、うん、はーい。まあ、要するにですね、うん、ここの今僕が立っているところ、うん、この部分がちょうどもう全部埋めていく感じになるんで、全部上まで、はいはい、もう一番上まで、はい、一番上まで加工加工感ですね。どこまでって、一番上です。あ、分かった。了解。とりあえず次の脇層はですね、ここですね。この高さ。ちょっと待って、今片付けてる。はーい。なんで村人さんみたいな。なんでこういうのがあるか。よいしょ。アニキーズのとこ。ああ、ここの高さね。そう。よいしょ。そう。今よしさんがいる。今1個だけまずやろうか。うん。わからんくなるで。うん。そうだね。あとは繰り返しいいだけっていうとこまでやろうか。はい。おい。視聴放射さん的にもね。あとはこの方がわかりやすい。おいおい。そう、長く収録するとやっぱカット挟まなきゃいけなくなるんで。うん。距離もちゃんとね、視聴者さんが後から建物を真似しやすいように、そうやね、配慮した尺っていう撮影時間、うん、それをちょっと心がけたいなっていう。素晴らしい、うん、はい、楽したいわけじゃないんですよ。もちろん撮影時間短くして楽したいとかじゃないんですよ。それ言うと逆にそう思っちゃうからさ。違うんすよ、そう思われちゃうからさ。違うんすよ。コージ、コージ真似しやすいからね。真似せやすい。言われた。そう、こういう小ボケも、うん、長いとカットされるんで。そうだね、うん、はい、そうなんだよね。小ボケもちゃんと本編に入れるためにも、うん、撮影時間短く。それはね、はい、非常に素晴らしい考え方だね。みんなが笑顔になるっていうのは、うん、今兄貴がやってるみたいにこれ全部埋めるの。あ、そうです。はいはい。なんかこういう感じでオッケー、どんどん斜めにしていく感じなんですけど、うん、やったね、あれね、斜めにね。そうそう、斜めに、あー、じゃあ違うじゃん、これ。アホみたいにこう、やるわけじゃない。アホみたいに、アホみたいにやってましたよ、俺今。それ何マスやってんの？これちょっと待ってね、今、うん、なんとなくやってる。真ん中じゃなくないそれ。これ真ん中じゃないですか。真ん中か。真ん中だよ、それは。ほんで、水流した時ですよね。うん。あーっと、そうか。流したらここまで来るんじゃないの？あ、ちょっと待って、これ、ハーフでやると、うん、大変なことになりますね、これ。どうなの？ 1 個増やさないかんですね。あれ？てか、もともと1個下なんじゃない？なんで兄貴もう1個上げたんだろうと思ったの、これ。あれじゃないの？そこっすね。そうでしょ？そこっすね。ねえ。やっちゃった。うん。兄貴、自分のところは自分で直した。あ、はい。そっか。まあ、ここ端っこの分は外せなくていいから、うん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 、だからディスペンサーの分だけ、うん、そう外しておくってことでしょ。そうです。こういうことね。ここに置けるよっていうこと。はい。完全に把握した。お、ディスペンサー1個でいいんだ。うん。こっからもう、うん、同じ作業の繰り返しなんで、うん、1個作っちゃおう。そうですね、うん。これを4面やっていくと。はい。なるほど。だけのすごく簡単な、危ない、お仕事。なんかただこうやってディスペンサー先にやった方が本当は効率いいんですけど、ないっすもんね。何？ディスペンサーを先にやった方がめっちゃ効率いいんですけど。うん、やろうよ。だから今持ってきましたっけ。うん、40個あるよ。あ、了解です。うん、作った。はーい。俺に任せろー。かっこいい。バカにしろやろ。いやとんでもないですよ。バカにしろ。で、こっちが、こういうふうに4面。あ、もう一個下ですね。もう一個下、あ、そうか。もんで、これを4面やるよね。そうですね。あ、つけにくい、これ。どうしよう。OK。向きが大事だもんね。そうそうそう。あ、違う。お、なんかこれ持ってるの？これでいいのかな？あ、ハーフブロックここに持ってたから。あ、これなんかハーフブロック1個入ってない。あー、ダメだな。これ、もうちょっとコミチンが下がればいい。そうやね。うん、
まあ、最初の1個はまあこれでいいけどさ、そうそうそう、一回流してみたい。1、2、3、ちょっと待って、分かりました。1、2、このことだよね。あ、そうそうそう。じゃあ3マス、あ、2マスか、2マスだけだね。2マスだけだから、うん、ディスペンサーハーフハーフ、ディスペンサーハーフハーフとかだよね。そう、3マスにしたら円玉湧いちゃうもんね。そうそうそう。で、ちょっと一回流してみますね。うん、おい、これで、あ、いいじゃん。あ、いいね、ぴったりじゃん。ぴったりオッケー。オッケー。なんで、あ、ダメだなこれ。難しいな。真上からディスペンサー。あ、真上はちょっと難しいね。いつてか。ねえ。うん。こうしないかんってことか。ほんでこれ壊して。え、こんな作業。いや、もう一個上だよね。え、2マスじゃないの、脇層って。脇層は2マス。あ、そっか、足場があるから 2.5 じゃないのか。あ、オッケーオッケー、了解了解。まだ上いけるよ、兄貴ズ、これ。あ、いけるとこまで行っていいと思いますよ。やっぱ寝る。おはにゃちゃーん、おはにゃちゃーん、さーい、せい、てい、れい、うい。元気やね。超元気ですよね。え、うん、あ、なんかでも形になってきましたね。ねえ、とりあえず1層目だけやっちゃおっかね。うん、もう終わりますよ、こっちね。ヒーズ、はいはい、これを何でどうさせる、させるかやね。そうっすね、うん、上までぶわーいかなかんもんね。そうだから、外からトーチタワーでやるか、うん、うん、まあそれ一択かな。だからこれってさ、うん、え、じゃあ外もさ、この層囲わなかんのじゃないの。パウダーを敷き詰めるでしょ。パウダーとリピーターと。いや、リピーターもパウダーも使わないよ。あの、こっから、あ、た、あ、なるほどね。ただトーチタワーでパポって登っていけば。あ、オッケーオッケー。1、2、3、4。あー、置けない。ここが最後だ。1、2、3。オッケー。じゃあ、うん、ここまでだな。15層式だ。お、すげえ、15、うん、行くね。ディスペンサーが全く足らんなこれ。そうだよね。ハーフロックも全然足りんね。ハーフも、そうっすね、ハーフも全然足らんね。うん、ディスペンサーが置ければ、はいはい、今日はここまでかな。おーい、ここだから。はい、というわけで、うん、今日の分の作業ができました。じゃねー。いいね、いいっすね。こんな感じで、ちょ、3面分ですね、うん、ディスペンサーを全部貼って、うん、ちょっとね、あの材料が足りなくなったんで、うん、あ、ここなんかもう埋められてる、あ、そうやね、うん、かけてるんで、残りディスペンサーが、うん、6つ必要なんですよ、はいはい、ほうほうほう、6つ必要なんですけど、うん、それに対してちょっと弓が足りないんで、あー、なるほど、その辺ちょっと、まあその辺さすがにも裏でやっとけと、はい、いうところですね、うん、明日の収録にはちゃんと間に合わせて、うん、やっておきますので、はい、明日はもういよいよですね、うん、これが、うん、ガシャコンガシャコン動いて、うん、下に、うん、
丸焼けになるゾンビたち、お丸焼けになるスケルトンたち、おはたからクリーパーたち、おなるほど、楽しみにしておきます。はい、はい、じゃああ、コメよりですね、はいはい、忘れるんですよ。そうね。こちらの方はですね、はい、クロノスアインさん、はい、この前の呼び虎取りに行った時、はいはいはい、僕か誰か確か一家に一台アニキーズみたいな発言をしたじゃないですか。ああ、はい、言いましたね。大爆笑のギャグ。で、うん、それに対して、うん、アニキーズのレシピを誰か教えてくれーレシピレシピをね、作り方を作れるんだ。作り方は、うん、力太郎と同じ作り方ですね。赤汚ねおじいちゃんとおばあちゃんの赤を練って練って練ると、うんうん、あそこにいるアニキーズが、ね、あでもそんなような色してるもんね。あなるほど、うん、作れますんで、うんうん、よかったらぜひ、赤スリーとか言ってね試してみてください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。赤の化身この 赤い悪魔と赤の化身がないよ、わからんよ、でも